はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第202回でございます。今回テーマが外見のコンプレックスというテーマで、で、下が顔出しとダラダラジオについて、あとは8月中に、あとツイッターについてですね。まあそんな感じで話していきますので、よかったらお付き合いください。いや、それにしてもさ、こう200のさ、やつがちょっと慣れてなくって、やっぱり戸惑うんだよね。いつも190何回とかさ、180何回って言ってきたからさ、まあ、どうでもいいんだけど。じゃあ行きましょう。で、今回はですね、まあ、外見のコンプレックスということで勉強の話ではありません。まあ相談で、まあよくというか、まあね、悩み相談で結構もらったりするんですけど、まあコンプレックスがあって、もう整形したいとかね、もうこの顔を死にたいとかね、親を恨みますとかいろいろあるんだけどさ、まあ、それについて話していこうかなと。で、まあ、まず自分の話からいくと、まあなんかちょこちょこさ同じような話をしてて申し訳ないんですが、まあもともとね、中学の時にちょっといじめを受けてて、やっぱそれからさ、やっぱ自分に自信を持つってなかなか難しいんですよ。まあ前よりはいいけどね、みんながさこうやって肯定してくれるからさ、そう自分のことを。だからだいぶ自信を持てるようになりましたけど、でも、例えば、まあ自分最近顔出しで動画撮ってるんで、よくね、あ、ハイチさんってこんな顔だったんですねって言われることが増えましたけど、さ、あんな顔をしてて、で、コンプレックスがあるんです。もちろん。外見の。で、例えば顔で言うんだったら、やっぱ一番はほくろね。そう。ほくろ一番いじられるから。まあ、アンチの方が書くのはほくろが多い。あと、ヒゲ。俺、ヒゲが濃いんですよ。あと、ヒゲが生えるのがすごい早いんですね。人よりも。だから、ヒゲ剃んないんですかとかってよくコメント欄に書いてあるんですけど、ちゃ剃ってる剃ってる。朝ちゃんと清潔に顔洗ってって、顔整えて、髪作っててやってるんですけど、朝、こう、きっちり剃ったとしても、もう昼頃にはもうヒゲが生えてくるみたいな。そうそう。そういう体質だからさ。だからもちろん、さ、初期の頃はね、すごい言われてたから、もう朝剃って、昼剃って、撮影するんだったら、その昼過ぎとか、夕方前とかにまた剃ってみたいなことをしてたんですけど、別にいいじゃんって最近思ってるんです。で、ほくろに関しても、ほくろは特に、まあ、学生の時も結構言われてたから、そう。だからさ、絶対大人だったら、ね、そう、まあ、中高の時ね、大人だったら絶対このほくろ取ったろうって思ってたよ。めっちゃ思ってた。だって言われたもん、すげえ。そのこのほくろについては。だからほくろさ、その顎の下のほくろがすごい大きくて出てるんだよ。で、あとほくろ他にも結構多くって顔に。そう。だから、まあ、もちろん気にした時もあったんですよ。で、特にやっぱ中高生のみんなっていうのは、特に女の子ね、まあ、気にするじゃん。外見のコンプレックス。特に顔だよね。で、もちろん、その顔の良し悪しって言った言い方は悪いけどさ、あると思うんです。で、自分のね、俺自分自身がかっこいいとはさらさら思わないですけど、でも、この顔でも褒めてくれる方はいらっしゃるわけだし、もちろんけなす方もね、もちろんいるけどさ。そう、だから、このま、32歳になって、今ね、今、当時のさ、俺に、中高の時の俺に言うんだったら、ま、気にすんなよって、いうふうにやっぱり言っちゃうかなと思うんですね。で、どういうことかっていうと、間違っちゃいけないのは、ポジティブに捉える必要はさらさらないと思うの。自分の顔いい、自分の顔いいとか。それ辛いじゃん、やっぱり。なかなか。もちろん思えるんだったら思った方がいい。物事はポジティブな方が絶対いろいろうまくいくから。いいんだけど、やっぱり毎日鏡を見るわけじゃん。そう。で、それをさ、言い聞かせるってはなかなか難しいんで、ポジティブにならなくてもいいんだけど、別に悲観しなくてよくないとは思ってる。で、なんでこういうふうに思うかっていうと、まあ、32年間生きていくといろんな人に出会うわけ。で、いろんな友達とか、まあ、友達とは言えないけど、知り合いもいるわけですよ。その中でさ、かっこいい人とか、めっちゃ可愛い人っているの。実際いるんだよ。本当に。あ、すげえなって思うかっこいい人もいるんだけど、じゃあその人たちが同じね、まあ、30過ぎてから、今その人生見た時に、本人はどう思ってるかわかんないけど、明らかに幸せそうじゃない人もたくさんいるんだよね。で、何が違うって、内面が違うんだよ、そこって。人はね、内面が全てとは言わないです。自分も、例えば女性見るとき、外見と内面、ない比率でさ、10-0で内面なんてさらさら思わないから。そんな綺麗事は絶対言わない。外見は大事だよ。それは前提だけど、でも外見全てじゃないよね。とはやっぱり思う。それはだんだん二十歳を過ぎて、いろんな人に出会っていく中で、そして自分もね、外見もそうだよ。外見も、自分特に教育に携わるって、大学の時に決めてたからさ、あと、まあ、高3で決めて、大学入ってさ、腹くくって決めたから、教育をやっていく中で、若い子たちとこう接していくわけじゃん。自分が年を取っても、そこで接してるのは中高生、まあ、小中高生なわけだから、若い子たちとずっと接するからさ、外見は年を取ってもできる限り若くいたいと思って、そのなんだろう、メンテナンスというか、結構気をつけてるんです。例えば肌とかも。ずっとな、昔からずっと。だから絶対タバコは吸わないし、匂いも気にするしとか。
子供たちに教、まあね、今こうやって YouTube こうやってやるなんてさらさら思ってなかったから、当時は実際に教える立場になると思ってたんで、俺ね、自分がタバコ嫌いなんで、タバコの匂いがすごい嫌いだから、例えば学生の時さ、先生タバコ吸ってる人いるじゃん。でタバコ臭いとさ、一瞬えって思うんだよ、たくさみたいな。でそのくさって思った瞬間に集中一回切らしてるんだよね、違うことに頭持ってってるから。でその経験をさしたくないから絶対タバコ吸わないって決めて、だからタバコはね、人生で一回も吸ったことないんですよ。そう、まあ父親がね昔吸ってたんで肺はやられてるんだけど、きっと、うん、だから、あと、まあ、そういった意味も込めて、まあ、そういう風に過ごしてきたので、まあ、何が言いたいかっていうと、もちろん外見をね磨ける範囲で磨くのは大事、別に整形が悪いとかそういうことも言わないし思わないし、うん、いいとも言わないけどね、俺は、結局は親にもらった体とかこの顔で生まれてきたし、でそれで褒めてくれる子たちがいるわけだから、けなす人を見るよりも褒めてくれる人を見た方が大事じゃん。うん、もちろんけなす人を見て反省できるとかはするよ、でもただの悪口だったら仕方すればいい、言わせとけばいいと思ってるから俺は。うん、だからまあ結論としては、親からもらった体を大事にしようと思って、うん、まあ奥さんもいるからさね、自分のこと好きでいてくれる人がいるわけだし、いいなと思って、まあその結論に至ってる。でそれプラス、まあできる教育に携わってるからってのもあるけど、ちゃんと外見で整えるとかは整える、ちゃんとね食生活とかもすごい気をつけてやってるし、うん、それなりにねであとは内面かな。やっぱり若いうちっていうのは、なんだろう、やっぱ若さがあるからさ、外見がやっぱりこう、なんつうんだろう、なうまく言えないけど、もちろん肌は綺麗じゃん基本的に。もちろんね、ちょっとニキビとかそういうの気にする方もいらっしゃるけど、でも時間が経てば整ってくるから、やっぱり落ち着いてくるから、そういうのももちろんアトピーとかもあるけど、でも内面っていうのもやっぱ差が出てくるの、どん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 年を追えば追うほどに。うん、すっごい綺麗なんだよ、すっごい綺麗なんだけど、もう内面がボロボロみたいな、すごい言い方悪いけどね、お前と絶対結婚せえへんわみたいな人とかいるわけだよ、お前絶対彼氏できないぞみたいな、うーん、いるの実際に。それ逆もあるしね。だから、まあ、今回伝えたかったのは、まずポジティブに無理に捉える必要はないよって。でもそのみんなが持ってるそのコンプレックスが、みんなが思うほどマイナスではないことがあるんだよっていうのは知っといてほしい。今までみんな、今聞いてくれてるみんなが13歳、14歳、15歳、16歳、わからないけど、例えば15歳やったら、15年間生きてきて、その中ではいなかったかもしんない。でも、この先、みんながそう捉えるかはわからないじゃん。でしょ？愛してくれる人がいるわけかもしれない、いるかもしれないわけだし。そう。っていうのを、ちょっとね、思っといてほしい。この先はわかんないよね。今まで、みんなが今生きてる現在と過去、生きてきた過去はいなかったかもしんない。わかんないけど、あ、わかんない。いなかったかもしんないけど、っていうのは伝えておきたいの。32歳になったからさ、もう。そう。やっぱり、まあ、20歳ぐらいが、まあ、ターニングポイントなのかな、成人したあのぐらいが。あの辺までは、ほんと外見、外見って思ってたけど、やっぱりいろんなね、その年上、社会人の方の素敵な人を出会ってきて、30代、40代ので出会うじゃん、女性も男性も。まあ、明らかに見た目がすごい若くて素敵って方もいらっしゃるんだけど、もう内面から滲み出るものがね、もうね、素敵すぎる方ってたくさんいらっしゃるの。それは別に見た目がイケメンとか美人ってわけじゃないの。でもすごい素敵なの。男性、まあ男として女としても見ても素敵な。そういう人ってね、たくさんいるんだよ。みんなが今まで出会ってきた大人にはいないかもしれないけど、いるんだって。だから、そういう風になることもできる。多分それを、そういう風になっていくためには内面なんだよね。で、内面から滲み出るオーラとかわからないけど、そういったもので、それが外見を凌駕するっていうこともあると思ってて、俺はそうなりたいんだよね。そう、32になったからさ、もう絶対これから老化というか、なんだろう、外見はさ、なんていうのかな、まあ劣っていくというか、劣化していくもんだと思うの、人としてね。それはしょうがないじゃん。けど、まあ、内面とかそういった面からにじみ出るもので、まあ見てくれてるみんなもそうだし、リアルで付き合ってるというか接してるみんな、ね、方たちもそうなんだけど、こう何かを感じてもらえる、いいものをね、プラスのものを感じてもらえるような存在になっていきたいなっていうのは、すごい自分の人生のテーマではあるから、まあそういうのをちょっとここで感じてもらったりとかね。そしてみんな自身がさ、そういう風に思ってもらえて、で最終的にはみんなが20代になってさ、どんどん年を取っていく中で、まあ、30代になった時かな、同じような境地に至ってほしいっていうか、そう、そういう風に思って、自分もいつかは、今は影響をもらう立場だけど、いつかは影響を与える立場になるから、みんなも、そういう風に思って、なんかいいものをね、周りに与えれたらなみたいなに思ってもらえたら嬉しいですね。というふうに思ってます。はい。いや、まあ、なんかうまく伝わんなかったけど、なんか感じてくれたら嬉しいっす。はい。
で、あと下ですね、顔出しとダラダラジオなんですが、最近顔出しで動画を撮ることが増えております。で、ダラダラジオとやってることはあんま変わらないので、どうするんですかみたいな、顔出しの方は勉強の話で、ダラダラジオは勉強じゃない話をするんですかみたいな、もう聞かれたりするんですけど、特に決めておりません。自分は、ダラダラジオはこういう風にやっていくとかでは特に決めてない。ただ単に顔を出さないで話すだけか、顔を出して話すだけかの違い。ただし、一個だけ自分の中で決めてることがあって、顔出しに関してはなんで顔出しをするか。できれば顔出ししたくないんですよ。そう。自分、ゲーム実況のチャンネルを持ってるんですけど、そっちももともと顔出しをしてて、もう最近やめようかなと思ってるんですね、顔出しを。あんまりしたくないんです。別に晒す顔ではないからさ。ただし、例えば、特に顔出しは今勉強の話をメインでしてるんですけど、顔を出してみんなの顔を見て、自分の表情で伝わるものってやっぱり大きいんですよ。特に、頑張ろうって思ってもらいたい。特に勉強だからさ、勉強に関して。辛い時に、ちょっと踏ん張ってもう一踏ん張り行こうみたいな、思ってもらうためには絶対顔を出して伝えた方が伝わると思ってるの。で、それを伝えたいというか、伝わってほしいっていう思いが強いんで、顔出しをしてます。そういうテーマに関しては。ただこの外見のコンプレックスは別に顔出さなくてもいいと思ってるんです。自分の中ではその住み分けをするというか、分けてるんですけど。そう、勉強法とかは話す中で、その方が伝わるし、で、見た後に、よし、頑張ろうって思ってもらえるかなと思って、そういった意味でね、顔出しとダラダラジオ一応分けてやっております。まあ、こういうテーマだからってはっきり分ける必要はないと思ってるんですけど、まあ、これからもね、特に、夏休み中はちょっと顔出し動画を増やそうと思ってます。勝負だからね、夏休み。それで、俺が撮ることで、頑張ろうって思ってもらえるんだったら、ね、自分はもう撮ってる甲斐があるというか、やってきてよかったと思えるしさ、自分自身も。うん、そういうふうに思ってます。で、あと8月中に、てんてんてんなんですが、2つあります。まず1個目なんですけど、その前言った生放送での、一緒に勉強しようのやつですね。まあ、作業動画みたいなやつを8月中にやろうと思ってます。ただし、昼です。やるとしたら。はい。これはですね、子供たちが保育園に行ってる時間ならば、一番アクシデントがなく取れると思ってますので、いつかやります。で、やるときに、ツイッターでは事前で言いますけど、あと、できれば、ダラダラジオで事前に告知できたらなと思ってるんですが、多分ツイッターの方がメインになると思いますが、一回試しにやってみます。で、あともう一個がですね、8月中にちょっと変わった動画が上がりますので、結構皆さんにこう、楽しんでいただける動画になると思います。まだ撮ってないんでわからないんですけど、思いますので、ちょっと、頭の片隅にでも置いといてください。楽しみに待ってもらえたらと思います。で、最後、ツイッターについてです。ツイッターをね、最近まあ、新しく見て、この動画をね、見てもらえる人が増えてて、で、ツイッターの存在を知って、こう、フォローしていただけることがあるんですけど、たまに言われるものがあって、こう、フォローしましたと。で、フォローした理由がね、多分相談を乗ってほしくてフォローしたんですよ。フォローの後にすぐにこう、リプが返ってきてて、相談とか、この問題教えてください、みたいな、がね、あって、で、その後に、すぐフォローを外す前に一言ね、こう、なんで相談答えてくんないんですかって、フォローした意味ないじゃないですかみたいなのをね、言ってくる方がいらっしゃるんですけど、本当に申し訳ないんですが、自分のツイッターやってる意味っていうのは別に皆さんの質問を受けるためにやってるのではなくって、まあ、自分が発信したいものを発信するとか、あとは、まあ、みんなと、なんだろう、近くには入れないですけど、ちょっと身近に感じてもらいたいっていうのが意図ではあるので、こう、たまにね、時間が空いてれば、なんだろう、勉強の質問も返せるときは返したりとか、質問に返したり、相談に返すこともあるんですけど、全部返すわけではないので、その辺をお願いします。で、あと、自分ゲームもやってるんで、ゲームのことも普通にツイートします。1個しか持ってないんで、サブアカ作ってないから。だから、いや、ゲームの分けてくれませんかとも言われるんですけど、そこは分けるつもりは今のところはないので、勉強以外のものを見たくない方は、フォロー外してもらうか、もともとフォローしないでもらって大丈夫なので。その点ちょっとツイッターね、ご理解いただければと思います。ちょっと俺のわがままなんですけど、そこはお許しください。では、今回はハイチのダラダラジオ第202回、外見のコンプレックスというテーマで喋らせていただきました。ちょっとね、熱が入って話しすぎたけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。では次回ね、また何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。